銅製の水差し銅器とは、銅を材料とする器具や道具である。容器や送信具などのほか銅像や釣り金などを含めることもある。製銅器を銅器と呼ぶ場合もある。日本における純国産銅による銅器と科学的に認知されている。ものは、奈良の水時計の部品に用いられた銅管とされ、7世紀半ばのものと推定されている。ちょうど、 続に本気に7世紀末頃の記述として、銅山が見つかり、献上したと記されており、年代的には合致している。山口県三頭町の町頭銅山跡から出土した600点、あまりの木簡の中には、精錬所に女性の技術者がいたことを記したものも出土している。出土事例としては、神戸市兵庫区、上沢通り8に所在する、上沢遺跡にある、 奈良時代後半の井戸から銅案が1999年に出土している。形状としては、小僧院に収められている重ね金丸と告示しているとされる。当時、銅を用いた食器は極めて貴重であり、使用できる人物が限られていたことから役所か寺院があったと考えられている。この金丸は、銅、鈴、鉛の合金製で直径が14.5センチ。 深さが6.3センチ。神戸市教育委員会は、水が豊かに湧くよう、願いを込めて、井戸に置いたものではと想定している。こうした井戸から同期が出土する事例は、中世遺跡にもあり、鎌倉市今工事西遺跡の鎌倉時代の井戸からは、直径2.5センチほどの同性水滴が出土している。井戸に限らず、鎌倉時代の遺跡から同性の水滴が出土する。 事例はあり、竹吉、家被災石からは、直径6.1センチの混同性水滴が出土している。中世の日本では、山和銅として海外に輸出するほど、銅の生産が盛んとなり、銅製品も多く作られた。当時、上流階級の間で動物と呼ばれる中国趣味が流行し、中国から輸入された南宋の動物動器や、 古代中国の青銅器を模して作られた宝刀仏銅器が書院や茶室で使われた。室町時代には流門や十面文などの衣装を施されていた動物、宝刀仏銅器は時と共に日本独自の単純で無文のデザインに変化していった。江戸時代になると美術品として図録集に記録されるようになる。こうした近世当時の図録から現代の工人によって 名品を再現することも可能。新潟県では、八彦山から産出される銅を原料とした、追記銅器が江戸時代から作られるようになり、現代でも玉川銅が追記銅器を生産している。海外で日本独特の銅器と認知されていたものとして、文江銅板があり、蝶等葛が民意の地球年に表した、小6、日本危機魅力の中に、長崎の役所で、 ベトナム人が四角の銅器の上に人形を養国したものを踏ませられた下りの記述があり、このように全近代でも踏み絵銅板が一部の外国商人に銅器として認識されていた。中国で最古級の銅器は銅尺とされ、時代は夏王朝期にあたり、タ里頭村の遺跡出土のもの。まだ新石器時代であり、一部の権力者のみが用いた。銅は、 熱伝導に優れる特性があり、鍋や手機など調理器、食器として利用されている。ありがとうございます。